参加者を次の3つに分類し、3者が相互に振る舞いを補強する関係にあるとする。本来、GNS 理論は、プレイヤーの社会的相互作用に関するものだったが、RPG だけでなく、ゲームデザイン全般の理論として捉えられるようになっている。3つのプレイヤーの分類のうちどの種類のプレイヤーを主に対象としているかによって、ゲームが分類できる。また、 あるプレイヤーがなぜ特定の種類のゲームを好むのかを説明するのにも使われる。ロン・エドワーズは後に GNS 理論を捨てザ・ビッグ・モデルという新たな理論を提唱した。ゲーミストは問題を最も効率的に解決する方法は何かという判断を行動原理としている。このような行動原理はゲームのキャラクターが次々と 新たな相手と戦い、そのキャラクターがなぜそのような戦いをしているのかを説明することに時間を費やさないゲームにおいて最も典型的である。例えば RPG によく見られる戦闘においてゲーミスト的アプローチでは戦闘参加者の能力を数値化したものを比較する形で戦闘が行われる。それらの数値はギャンブル的要素を加えるためにサイコロに置き換えられ、 運が良ければ、基本の数値よりも戦いを有利に進められる。ダンジョンズドラゴンズはコンピューター RPG としては、ゲーミスト的 RPG であるとされる。ゲーミスト的プレイに批判的な立場の人々は、プレイヤーが、勝つことだけに楽しみを見出していると指摘している。ナレーティビストは、ストーリーをより劇的にするにはどうすべきかとか、中心となるテーマに沿った展開にするには、 どうすべきかという判断を行動原理としている。この用語はしばしば曲解され、ゲームの機構そのものが直接ストーリーに影響するものはすべてナレーティビスト、敵だとされることがある。このため、テーミストと呼んだ方が良いとする者も,もいるが、その場合、テーマはさておいて、ストーリー重視のゲームをどう分類するかという疑問が生じる。戦闘において、ナレーティビスト的アプローチでは、 その戦闘のテーマやストーリーにおける重要性や戦闘の結果がストーリーに及ぼす影響が重視される。そのような考慮は声に出して発せられ、サイコロによって調停されるかゲームマスターが判断する。2006年現在、インディーズ系ロールプレイングゲームとして多くのナレーティビスト的ゲームが存在する。シミュレーショニストはゲームの設定において何か 最も現実的かという判断を行動原理とする。また、ゲームのルールが世界をシミュレートすることを意図している場合を指す。戦闘において、シミュレーショニスト敵アプローチでは、キャラクターが攻撃して敵がそれをかわし、敵のどの部分にどれだけのダメージを与え、そのダメージを走行でどれだけ防ぎ、残りのダメージでどう影響を受けるかといった詳細な進行をする。 この方法の利点は、プレイヤーが結果に納得し理解しやすい点である。欠点は、結果を得るのに時間がかかり、設定に問題があると納得できる結果が得られない、点である。シミュレーショニスト的ゲームは、省略可能な追加の層をいくつも持っていて、戦闘や他の行動をさらに複雑化させることができる。追加の層としては、狙い撃ちや魔法などがあり、例えば、 ガープスではそれぞれにソースブックが必要となっているほど複雑である。しかし、ゲーム機構の複雑さがシミュレーショニスト的ゲームに必須というわけではない。ガープスはロン・エドワーズによってシミュレーショニスト的システムに分類されたが、クトゥルフの呼び声はそれほど複雑でないにもかかわらず、シミュレーショニストに分類されている。GNS 理論には、 ジョナサンツイートのイベントの結果を決定するタスク解決の3つの形式を取り入れている。ロン・エドワーズは RPG がこれらタスク解決システムの一つ以上を採用すべきだとした。3つのタスク解決システムの形式は次の通りである。GNS 理論ではロールプレイングを次の5つの要素で表す。また、プレイヤーがキャラクターの行動を決定する際のスタンスを 以下の4つに分類している。GNS 理論は、ロールプレイングを、ドラマ、シミュレーション、ゲームの3つのパラダイムで定義する3フォールド、モデルから発展した。3フォールドモデルは、当初ニュースグループのレックゲームズ、FRP、アドボカシーで誕生し、1997年に、メアリー・カーナーが行った投稿で、3フォールドモデルと名付けられた。ロン・エドワーズは、 自身の記事システムドーズマターで、すべての RPG 参加者は相互に、排他的な三つの観点や目的を持っているとした。彼は、良い RPG は三つのうちの一つに注力した、ものであって、三つすべてを同時に満足させようと、RPG をデザインするのは間違いだとしている。このためその記事は、多数の開発者が構築に関わっていた。 汎用ロールプレイングシステムへの警告と見られた。ロン・エドワーズは、その後 RPG への理解を深め、GNS 理論を捨てて、ザ・ビッグモデルを提唱した。新たな理論では、GNS 理論で批判された部分を改善している。2005年12月2日、ロン・エドワーズは、GNS 理論の有効性は尽きたとして、ザ・フォージでの GNS 理論に関するフォーラムを閉鎖した。 ありがとうございます。